県政だより見え1月号。今回は食べたい買いたいものがいっぱい、応援しよう三重の農林水産物、三重のおもてなし経営企業船、三重トコアク国体で実施する競技などについてご紹介します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、感染リスクが高まる5つの場面にご注意ください。飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間に及ぶ飲食、近距離でのマスクなしの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりなどの感染リスクが高まる場面行動を避け、感染防止対策の徹底をお願いします。県では新型コロナウイルス感染症への対応を教訓として、今後の感染症対策を推進する上でよりどころとなる三重県感染症対策条例を12月に制定しました。感染症の発生や蔓延により、私たちの生活や経済活動に重大な影響を及ぼす恐れがあることから、県、県民、事業者などの役割を定め、連携協力して一体となり感染症対策を推進します。感染症は誰もがかかる可能性があります。患者や医療従事者などに対する差別や権利の侵害行為は許されるものではなく、難人に対しても差別を禁止します。県は感染症の発生予防や蔓延防止のために必要な時は、県民、事業者などに感染症対策の協力を求めることができます。県、市町、県民、事業者、関係機関などは必要な物資及び資材を確保するとともに、お互いに協力し合うこととします。この条例に基づき、私たちが安心して暮らせる社会の実現に向けて、県民、事業者、関係機関などと一体となり、オール三重で感染症対策を推進していきます。豊かな自然に恵まれた三重県では、多彩な農林水産物が生産され、その一つ一つが三重の魅力を伝える存在になっています。三重には全国に誇る農林水産物がいっぱいあります。食べて買ってみんなで応援しましょう。まずは松阪牛。肉の芸術品と呼ばれる世界に名だたるブランド牛、とろけるような柔らかい肉質が魅力です。続いて、古くから伊勢志摩を代表する水産物、伊勢エビ。プリプリの身と濃厚な味わいが特徴です。漁獲量は全国1位。生産量全国3位、お茶どころ三重の伊勢茶。北西地域ではまろやかな味わいのかぶせ茶、南西地域では濃厚な味わいの深蒸し煎茶が主流です。熊野灘に面したリアス海岸で養殖されているマダイ。透明感のある白身は旨味が凝縮された上品な味わいです。温暖な気候に恵まれた南部地域では、多種多様なみかんが栽培されていて、一年を通して様々なみかんが味わえます。時間をかけて成長した三重のヒノキ。強度が高く赤みを帯びた美しい光沢といい香りが大きな特徴です。県ではインターネットで購入できる県産農林水産物や加工品を紹介するポータルサイト、
三重地物市場真心市場を開設しています。食べること買うことが農林水産業者を応援することにつながります。ぜひご覧ください。県内の中小企業小規模企業で社員、地域、顧客の3者に対しておもてなしの取り組みを実践し健全な経営につなげている企業を県では三重のおもてなし経営企業として表彰しています。第7回目となる今年度は3社の受賞が決定しました。運送業を中心とした幅広い事業を展開している株式会社フォーアは健康経営や介護サポート制度により社員とその家族の健康を守っているほか環境保全に積極的に取り組んでいることが受賞のポイントとなりました。住宅資材の販売などを行う株式会社三井バウマテリアルは地域のイベントへの継続的な参加などによる地域貢献社員の資格取得支援や社食補助などの人材育成や福利厚生の充実が受賞のポイントとなりました。今日は三重のおもてなし経営企業選の受賞企業株式会社四日市事務機センターに来ています。ここが皆さんのオフィスということなんですがまるで自宅やカフェのような雰囲気ですね。大江機器の販売や保守メンテナンス社内インフラの構築や管理などを行っている四日市事務機センターは社員が働きやすい環境の整備やオフィス見学ツアーなどを通じた地域の企業への情報提供が受賞のポイントとなりました。どうしてオフィスをこのような雰囲気にしようと考えられたんですか？職場っていうのはもうほとんど一人一人の働く時間っていうのはほとんどこの職場で生活してますのでやっぱりその長く働くのであればやっぱり楽しく働ける空間を作っていかないとなかなか仕事が好きになってもらえないので、まあ、それでこういうふうなちょっと変わった感じの事務所にしました。本当にカフェで仕事をしてるみたいな感じでちょっと気分もウキウキとしてくる形ですごいキーボードが進んでしまいますね。音楽も流れてでやっぱり自分も働いているとなんか空間もいいのですごい、はい、いいなと自分の会社ながら思っています。社員の方々もこう働く意欲が向上することで企業やお客様にもいい影響がありそうですね。間違いないと思います。やっぱり会社のことを嫌いになるとやはりお客様先でもこの悪口を言ったりとか愚痴を言ったりするんですけれども会社のことを好きになるともっともっとこんな風に会社良くなりますよみたいなそんなアピールにもつながりますので、私はきっとみんながそういう風になっていると、思っています。それでは三重とコアコ国体で実施する正式競技を紹介します。三重とコアコ国体で実施されるゴルフ国体では3人1組の団体戦でそれぞれの選手が36ホールを2日間かけてプレーします。順位は3人の合計スコアの少ない順に決定します。ホンダアクティブランドにやってきました。この体育館の中で三重とコアコ国体ハンドボールの選手たちが練習しているそうなんですが少し覗いてみましょう。すごい迫力ですね。こちらで練習しているのは三重とコアコ国体ハンドボール青年男子に出場するホンダハンドボール部の皆さん19歳から34歳までの22人で構成されています。週に6日行う練習では実践形式の練習を増やし三重とコアコ国体に向けて調整しています。ハンドボールというと目が追いつかないほどのシュートスピードどれほどのスピードなのか
ゴールキーパー役で立たせてもらいました。おお、すっごいスピード感ですね。おお、すっごい、ボールが速すぎる。ありがとうございます。すっごい、手足が未だに震えてます。怖すぎる。もうボールすっごい速いですね。びっくりしました。ハンドボール青年男子の国体での成績は近年ではベスト8が最高。三重とコアク国体ではベスト4以上を目標としています。まあ、チームは出来上がってきてるんですけど、ちょっと細かいところがまだちょっと課題が残る部分があるので、そこを詰めて仕上げていきたいと思ってます。チーム一丸となって会場を沸かせられるようなプレーをしていきたいと思ってます。僕は三重県鈴鹿市出身ということで、地元で開催される三重国体とても楽しみにしてきました。本当に一つでも多く勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。三重とコアカ国体は9月25日から、ハンドボールは鈴鹿市、いなべ市、伊賀市で開催します。応援よろしくお願いします。次回2月1日発行の県政だより三重2月号は、三重の育児男子プロジェクト、男性の育児参画の推進について特集します。今月は三重県産真鯛を使った鯛茶漬けセット3人分を抽選で3人の方にプレゼント。番組キーワードをチェックして、はがき、ファックス、番組ホームページからご応募ください。